今日のゴールドコーストチャンネルはカリスマド S ストレッチトレーナー金子忠さんのゴールドコースト滞在期、金子さんの日本ストレッチトレーナー学院門下生、ゴールドコースト在住のストレッチトレーナーミホリントルさんが新しくオープンしたストレッチスタジオの見学にやってきましたよ。ここいいジムじゃないですか、場所がね、はい、であのうちの学院の卒業生のミホさんが、はいはい、ストレッチのスペースとしてやってる場所なんですよね。早速じゃあ今日はちょっと中の方に視察で行きましょう。はい、参りましょう。いらっしゃいませ。あ、来ていましたよ、この方が僕の弟子の美穂さん。ちょっと痩せましたね、すんなり。そうですね。はい、iPhone のカメラのせいでしょう。
膝が後ろ行ってから自分の体が伸びる。ミホさんは吐く、膝を残したままで、で膝を持ち上げます。でも深呼吸とか抽象的な、何秒だ、5秒入り、5秒吸ってます。やってます。その時やってます。吸ってれば。はい、金子です。よろしくお願いします。皆さんね、はい、はい、はい、ストレッチのね、はい、私の卒業生、ストレッチトレーナーの卒業生なんですけど、その卒業生の美穂さんが頑張ってるところの現場に行って、ストレッチの技術がどんなもんかってことと、場所がどんなとこかって見てきたんですけど、ご指導させていただきました。はい、実際に学院の卒業生さんが海外でこうして頑張ってらっしゃるのを、はい、現場でご覧になって、独自のスタジオなんかをね、もう借りられてどうでしたか。こちらには美穂さんと、あと山室さんとかね、もいると思うんですけど、美穂さんのところに来るのはもう今回初めてだったんですけどね。美穂さん自体が学びに来るときは非常に積極的に、東京に来て学んでたので、どうなったかなあいつって思いながらね、ちょっと気になっていて見に来たら、そこそこやってるんで、はい、ちょっと安心してる感じですね。はい、スタジオを、ね、軽く見に来られるのかなと思ったら、実際にスタジオの中入られたら、もうご自身でお靴を脱いで、もう体を張ってご指導されてましたけども、いつもああいう感じの暑さが、別にそう自分では暑いと思ってないけど、普通じゃないですかねみたいな感じで教えましたけど、やっぱりストレッチやり始めちゃうと、ここはこうだああだっていうのを言いたくなっちゃうじゃないですか、はい、っていうようなことで、ね、もうそもそも別にね、僕もただ卒業生弟子ですから教えるのはね、これ当たり前だと思うので、遠慮なく教えさせてもらって、結局その美穂さんを通して僕のストレッチがこういうもんだなって知るわけじゃないですか、クライアントは。なのでちょっと教えさせていただきましたね。はい、はい、で実際のところ、ね、金子先生の門下生さん400人以上いらっしゃるところでですね、今回こんな感じでプライベートでアフターフォローで教えていただいたのも、ご感想はいかがでした。はい、緊張しました。でもすごく嬉しかったです。やっぱり長い間やってないですが、自分の変な癖をつけたりとか、自分で思い込んでるところをもう一度こう教え直していただいたりとかするのって常に必要だと思うので、はい、またこれからも勉強を続けて、日本に行った時も常にトレーニングとかしていただく予定なので頑張ります。はい、先生本当にバシバシ言ってましたね。もうバシバシ、バシバシ、まあまあまあ、そうですね。やっぱりストレッチっていうのがまだまだ分かられてないじゃないですか、準備体操みたいな、なんでストレッチにお金払うんだみたいなところあると思うんですよ、未だに。でもちゃんとやられて、ちゃんと効果が得られれば、大きな声では言いませんけど、もうその辺のなんかマッサージとか治療院とか行くよりははるかに効果が高いわけですよね。これやっぱ知らないよりは知った方がいいのは、もうやってる我々はよく分かるじゃないですか。ただそれのことがちょっと自分たちの努力不足で、認識不足で下手くそだったりとか、効果がないとか、なんかそんなつまんない取られ方をするのはこれはもったいない。これ僕らにとってももったいないし、その人にとってももったいないので、そんなもったいないことはしたくないので、教えるときはしっかり教えたいということですよね。はい、こんな感じでね、はい、日本の各地からね、通ってらっしゃる生徒さんも多い中でね、やっぱりオーストラリアから日本まで去年6億ぐらいされて、すごいですね。ねえ、すごいですよね。海外からの方も何人か見えたという。マレーシアでしたっけね、来たりとか、あとそれだけじゃなくて、全国各地、北海道から福岡、沖縄、大阪、名古屋でね、日本の各地も集まってますし、これがどんどんストレッチが広まった方がいいと思うわけですよ。なので、ありがたい現象だなと思って、オーストラリアからもう6回来てるわけですから、僕もほらたまたまね、この美穂さんも通じてオーストラリアにも来るし、その他にトライアスロンでもね、はい、これも来ること、この間も、バステルトンに行ったりとか、はい、今度はケアンズも行く予定ですので、オーストラリアにこれ縁があるのかなとこの頃思うわけですよ。来てみるとすごい好きになれる国というか、すごい楽しい国なので、これからちょっとアイアンマンとストレッチとこう縁がね、続いていくんじゃないかなと思わせる感じですけどね。でも金子先生がダイレクトにやっぱファンの方も多いですから、お見合いになったらこれはやっぱり皆さんも喜んでいただけるんじゃないかと思いますけどもね。
美穂さん、400人以上の門下生さんのいらっしゃる中でですね、こうして今回、本当プライベートなアフターフォローで見ていただいたわけなんですけども、この皆さんを魅了してやまない金子先生の魅力を改めて美穂さんから。はい、魅力ですか？難しいですね。そこ簡単にポンって答えるところ。やっぱり正直者なのでなかなかおべっかが言えなくて困りました。いや、金子先生はそうですね、こんなおちゃらけてるように見えますが、とっても熱心です。っていうか授業の時に思うんですけれども、飽きさせないように笑いを取るんですけど、見るところはきっちり見てますし、はい、みんなに一人一人の質問に必ず答えてくれますし、はい、なんていうんですかね、こう力の抜き方と入れ方がうまいっていうか、はい、そういうふうに思ってます。そういう期待を、確かに期待を肌で感じるタイプかもしれませんね。それは僕の特技かもしれないですね。はい、ストレッチっていうのが実は人間の体を進化させることができる最強の方法だと思います。要は筋肉っていうのが硬くなるのが一番老化現象で早いですよね。硬くなったなってなるじゃないですか。これ柔らかくすれば全身の筋肉の中にある循環器系、血液ですよね、あとその間にあるその体温調節する能力、体の動き、呼吸、脳の神経系、これ実は筋肉の働きが良くなると全部向上するんですよ。もうこれは科学です。っていうことは今言ってるようなことを、例えばマッサージとか治療ということでは不十分なのも、これも科学です。ストレッチで筋肉を伸ばす、弾力性を引き出す、これが一番最良最強だっていうことはもう我々分かっていることですし、世界のベーシックになりつつあることなんですね。ただ一般の世界の皆さんでは広まっていないので、こういった一般の人でも手軽にできるようなストレッチスタジオ、ストレッチセッションっていうのがこれから広まっていくっていうことが、実はこのいわゆる健康寿命、元気の時間の長さですよね、これの長さを決めてくると思うので、ストレッチはただの準備体操と思っている方、これはもう完全な時代遅れかもしれません。そうではなくて身体機能を向上させる、これには一番いいのはストレッチだということを知っていただいて、これをやる習慣がある1年間とない1年間は全く差が出てくるので、そういうことを知っていただきたいなということで、ぜひストレッチを体験していただいてね、はい、皆さんのやって一回やれば分かると思うんですよ。あ、全然変わったなっていうね、体の感覚が一番皆さん説得力ありますよね、説明よりも。なので一回感覚を得られるように受けていただいて、で自分でストレッチとはこうなんだなっていうのをご理解いただきたいなと思います。はい、それでは金子先生のファンの皆様、金子先生のアップですよ。皆さん、この目力、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 お楽しみにしておいてください。ゴールドコースト在住ストレッチトレーナーのミホリントルさんのご予約お問い合わせはこちらまでお願いいたします。